代わって児童青少年課から調布市青少年表彰への推薦についてのご案内です。児童青少年課の川上さんにお話を伺います。川上さん、よろしくお願いします。お願いいたします。まず調布市青少年表彰とはどのようなものなんでしょうか。はい、調布市青少年表彰は地域社会に良い影響をもたらす活動を行った青少年や青少年を含む団体を年に一度表彰するものです。この表彰を通じまして、市内に住む青少年たちが自主、自立、自発の意欲に目覚め、他人を思いやる共感性を養うなど、より良い社会環境づくりに寄与することを目的として実施しております。どのような青少年が表彰の対象になるでしょうか。はい、表彰対象は個人または団体が対象となっておりまして、まず個人の方は市内に在住、在勤、在学のおおむね18歳までの方が対象となっております。団体につきましては市内に事務所または事業所がありまして、過半数がおおむね18歳までのもので構成された団体が対象となります。なるほど。地域社会に良い影響をもたらす活動に対して表彰するということですが、はい、具体的にどのような活動が表彰されるんでしょうか。はい、表彰基準としては4つあります。1つ目は青少年関係団体の活動に積極的に協力して、その功績が顕著であることです。2つ目は社会福祉活動を、社会環境美化などの奉仕活動を行っていまして、青少年の模範と認められることです。3つ目は防犯防火、交通安全などに関する啓蒙活動を積極的に行っていることになります。今の、お伝えした3点の基準に該当する個人の方の場合は、おおむね2年6ヶ月以上の活動の継続性が必要になりますので、もしご推薦される際にはご注意いただきたいと思います。最後に4つ目は災害時に人命救助などの活動を行って、その功績が顕著であることとなっております。以上の4点が表彰の基準になっております。昨年度はどのような方が表彰されたんでしょうか。はい、昨年度は13人の個人と1団体が表彰されました。個人の方は地域のリーダーグループで後輩の指導育成を積極的に行った方であったり、お祭りやソフトボールなど地域の健全育成事業に貢献した方が表彰されております。団体の方は草花を通じて地域での環境美化活動を行った団体が表彰されました。表彰の定員数はあるんでしょうか。はい、表彰人数に上限は特にございませんので、年度によって表彰者数も異なっている状況でございます。推薦にあたってはどのような手続きが必要なんでしょうか。はい、所定の推薦書がありますので、表彰に該当する活動内容などの必要事項を記入していただいて、市役所児童青少年課まで、郵送か持参で、ご提出いただきたいと思います。推薦書は市役所の公式ホームページからダウンロードもできますし、児童青少年課の窓口で直接お渡しすることもできます。推薦書の提出期限は12月20日、郵送は必着となりますのでよろしくお願いいたします。表彰者はどのように決定するんでしょうか。はい、推薦していただいた方々を市長をはじめとする委員で構成された調布市青少年問題協議会で審査した上、表彰者を決定しています。なるほど。表彰式はどこで行われるんですか。はい、今年度は2月22日に調布市グリーンホール小ホールにて行います。当日は調布市長から表彰状が授与される予定でございます。では最後に市民の方にメッセージをお願いします。はい、この表彰によって、地域社会に好影響を与えてくださっている、青少年や青少年の団体に対して、これまでの成果を称える良い機会となっていますし、こうした表彰を通じて、青少年の地域貢献や社会貢献の輪が広がっていくことを期待しております。地域の中やお知り合いなどで模範となるような青少年や青少年団体をご存知でいらっしゃいましたら、ぜひともご推薦をいただけたら嬉しく思っております。皆さんから多くのご推薦をお待ちしております。
児童青少年課の川上さんにお話を伺いました。